平成30年10月2日、阿蘇市立内巻小学校で、今月から阿蘇市内の小中学校で導入が始まったタブレット端末を使った公開授業が行われました。この日、内巻小学校で初めてタブレット端末を使った授業が行われた5年1組では、まず校長先生から、ルールを守り、大切に使ってくださいと挨拶があり、一人一人にタブレット端末が渡された後、早速社会科の授業で調べ学習が行われました。児童たちはタブレット端末を使い、日本の水産業について紹介した動画を活用しながら問題を解いていました。阿蘇市では平成26年度から小中学校における ICT 環境の整備に取り組んでいて、これまですべての教室に1台ずつ電子黒板や投影機を導入し、授業で活用しています。今回導入されたタブレット端末は、先生用と児童生徒用の2種類あり、先生が子どもたちの使用中のタブレット端末がどのように使われているか、1台1台チェックできるようになっていて、また先生がロックをかけると、タブレット端末を使うことができなくなるなど、授業支援ソフトが導入されています。知らないことが、たくさん知れたからよかったです。自分のペースで見れる動画を。今回の授業では、阿蘇市内の中学校3校と小学校6校に合計378台のタブレット端末が導入され、他にも無線 LAN や充電ができる保管庫なども購入。今月中にすべての小中学校に整備される予定です。子どもたち、将来的にももう ICT が進んできてますので、もうそういうところから逃げることはできませんので、子どもたちが今のうちからですね、そういったものに慣れてですね、正しくこう使えるようになればというふうに思っております。今日はインターネットがいいけん、今日はインターネットでしょう。いや、僕はもう今日は辞書で調べるとか、そういう道具の一つとしてあればいいかなと。